こういうに相談だ。香水は買う気に聞いてくれ。めっちゃ聞く。じゃあ。初めて遊びに行った女の子がさ、めちゃくちゃ可愛かったけん、めちゃくちゃ可愛いとか言いよったやけど、あんま最初から可愛いとか言わん方がよかったから、バカ言った方がいいに決まったやろ。可愛い女に可愛いっていうのは正しいやろ。古くね、あ、じゃあお前が若いんよ。やめろよ、古いっていうのは。半年経っても可愛いってたくさん言ってくれるんですが、男の人の可愛いって本音から出るんです。本音以外で出ないの？わかんない。俺は普通に可愛いと思った時に出るけど、可愛くないと思ったら言わんよ。可愛いなって思った時に可愛いっていう。でも、これさ、ちょっと思うんやけどさ、可愛いねって言ったらさ、私以外にも言ってるんでしょって返してくる女おるやん。言うに決まっとうやろ。なんでな。なんでお前だけが世界で可愛いと思ってんねんって思わん？わかるか。でも、可愛いやつには可愛いって言うやろ。なんでお前以外に言ったらダメな。普通に言うよ。男の会話ガチよ。お前だけって言ってほしいんよ。嘘でもな。なるほどね。お前以外にも可愛い女いっぱいおるし。自分に嘘つけんよ。可愛いっていう言葉ってそんな、なんか、重たいんかな？なんかもうちょっとポップに言っちゃダメなのか？例えばさ、愛してるとかやったらわかるよ。いろんなやつに言ってるんだろ。いや、そういろんなやつ言ってないよ。わかるよ。でも可愛いぐらいポップじゃね？ダメなの？だってイケメンいっぱいいるでしょ。可愛いぐらい、だってポップに言ってよくない？だってかっこいいって言うだろよく。と思いながら、そう別に可愛いぐらい。可愛いとかかっこいいぐらい。ね。思いながらさ、こいつの前で別の女の子を可愛いとは言わん。それは言わんよ。それはモラルやし常識やん。ただ別にこいつおらんとこで他のやつに可愛いっていうのはいいやろ。ダメかな。それはそうな、それはそうだよな。だから別にダメなのか。ダメない。な、可愛い言いすぎたらストレートに言いすぎって言われたら、あ、そっか、難しいな。難しいよな、恋愛な。性別が違うからな。俺デリヘルでブス着ても可愛いって、それはお前ダメ。調子こふけん、向こうがダメよ。可愛くなかったら何も言わんと。大事やけん。